あとは？あとはアパートの近くの坂道かな。坂道？そこから見下ろす景色がすごく綺麗なんです。街並みがバーッと見渡せて、夕方とか夜もいいんですけど、特に朝がいいんですよ。なんか新しい一日が始まるって感じがして、その景色がすごく好きです。そっか、あるじゃん、好きなものいっぱい。前誰かを本気で好きになったことがないって言ってたよね。俺まともに恋愛したことなくて、正直今の役の気持ちが、誰かを好きだって気持ちがわからない。実は俺告白すらしたことなくて、だからあのセリフもうまく言えないんじゃないかなんて。明日好きなものを思い浮かべて言ってみたらどうかな。なるほど。もしかしてそれ伝えるために来てくれたんですか？ごめん、寝そう。あ、ほんとすいません、忙しいのに。あさみさん、寝ました？子供みたい。